2021年には、一手、遼寧の動きが活発化している中、また米国の監視活動も強化されています。米軍原子力空母打撃群による監視は遼寧の動きを封じています。今回は監視活動の動きを詳しく見ていきます。現在の艦載機には差がありますが、これが無人機になってくると今、南シナ海でアメリカの原子力空母打撃群が中国の空母遼寧を監視しています。一触即発といった緊張が走る状態ではないようですが、なぜ中国の空母がアメリカの監視下に入ることになったのでしょう。またかとうんざりしてしまいますが、中国の空母が沖縄本島と宮古島間の海域を通りました。長崎沖では中国の駆逐艦の姿が確認されています。日本の領海ギリギリというより、領海内を我が物顔で航行する。中国艦艇には全くもって困ったものです。苦情を言っても、聞き入れる様子もないのですからね。言うまでもなく、抜け目のない中国は、日本の艦艇のデータを集めていると思います。もちろん一方通行ではありません。こちらも中国のデータは、抜かりなく収集していますよ。では、遼寧など中国艦艇が、日本領海に侵入した事案について詳しく説明しましょう。2021年4月3日から4日にかけて発生したと防衛省が発表しました。空母遼寧と艦艇5隻、合計6隻の艦隊が沖縄本島と宮古島との間の宮古海峡を通過した事実を知った海自の護衛艦と哨戒機が出動し、中国艦隊を追跡しているということでした。翌日5日、加藤官房長官は記者会見を行いました。その席上で、官房長官は空母遼寧を含む中国海軍艦隊が宮古海峡を南下した。この動きについては、警戒と監視を継続していくと発言しました。今回中国艦隊が通った宮古海峡は、地図を見ればすぐわかるように、日本の排他的経済水域内の海域です。しかし、広さが公海に匹敵する海域ということなので、公海扱いになっています。公海ですから、この海域を外国軍艦が通過するのは国際法上、何ら問題はないということになります。でも、いくら法律上問題がないとしても、領海すれすれを他国の軍艦が、のうのうと通るわけです。領海内で操業している漁船もいるというのに、下手をすれば、人間の命に関わる危険な行動と思わない人はいないでしょう。空母遼寧が宮古海峡を通るのは実は初めてではなかったのです。昨年2020年4月、空母打撃群と見受けられる艦隊が往復していきました。それから1年、今回は6回目の通過なので、1年間で5回も、宮古海峡を通り抜けたことになります。この行動は中国軍による海洋進出の動きの一つと防衛省は判断して、この艦隊の動きを厳しく警戒しているようです。
今回の艦隊の中には補給艦が含まれているそうです。それから考えると太平洋上で一定期間の訓練を行う計画ではないかと思われます。またもう一つの要素として、4月16日に予定されている菅総理とバイデン大統領との首脳会談に対する牽制の意味があるのではとも言われています。中国海軍の動きについては宮古島以外からの報告もありました。自衛隊の統合幕僚本部によると、4月3日午前8時頃、長崎県五島列島沖合の男女群島の南西約 470km 付近で中国艦隊を発見したそうです。無論遼寧もその中にいました。4月4日午後には、中国の哨戒機が宮古海峡の上空を往復しました。この行動に対しては空自の戦闘機が緊急発進して対応しました。この哨戒機についての詳しいデータは非公開ですが、おそらく海軍の Y9 ギガ哨戒機でしょう。哨戒機の飛行目的は、宮古海峡付近にいた海上自衛隊の潜水艦の動向を探ることだったと思われます。主役である空母遼寧の過去について調べてみました。中国の空母として堂々たる存在感を放っていますが、実はこの艦は中国生まれではありません。旧ソビエト連邦が事実上崩壊したのは30年以上も前になりますが、1991年、平成3年のことでした。東西に分かれて対立していた東西ドイツがベルリンの壁崩壊とともに統一され、一つのドイツになったのもこの時期でした。資本主義が共産主義に勝利したとも言われました。ただし、ソ連や東欧諸国などの共産主義国家が倒れても、中国や北朝鮮は、びくともしなかったことはお分かりですよね。さて、巨大帝国ソビエトが倒れた時、空母バリヤーグは建造の途中でした。ソビエト終焉時には、国家予算も乏しくなり、建物なども建設途中で、投げ出されたものが多かったと聞きます。バリヤーグもその一つでした。この艦は、ソ連崩壊時のごたごたに紛れて、ウクライナが保有することになった、横取りとも噂されているようですと言われています。悪く言えば作りかけだったこの艦を、中国はスクラップとして買いたいと、マカオの中国系民間企業を通じて申し出ました。そして、この艦を格安の金額で購入したそうです。ウクライナの経済状況に乗じて買い叩いたのでしょうね。空母としてのバリヤーグの本体はほぼ完成していたそうです。中国本土でカジノに利用という名目で購入したのですが、海外への進出を開始していた中国の様子を見ていた人は、カジノという目的を信じた人はほとんどいなかったでしょう。その証明はマカオにあるはずの中国系民間会社です。この会社は実体のない幽霊会社ということが後になって発覚しました。はじめから中国はカジノではなく兵器、空母として使用するためにバリヤーグを
買い入れたことが明らかになったのです。さて、買ったバリヤーグをウクライナから中国へ。移送しなければなりません。黒海に面したヨーロッパ内部のウクライナからはるばる地中海やインド洋、太平洋を通過して中古の空母を運ぶすことになるわけですが、通過させる国々も素直に、はいどうぞお通りくださいと中国の艦を通らせるわけにはいかなかったようです。当然ながら、主義の違う中国に反感を持つ国もあります。また、旧ソ連消滅後に唯一の世界大国となったアメリカが中国へどんな対応をするのかというアメリカの顔色を伺っていた国もあります。多くの国と長い距離を移動させるのですから、様々な問題がありました。しかし、山積する難問をなんとかクリアした末に、2002年3月バリヤーグは、中国東部の都市大連の港に係留されることになったのです。2012年9月に、海軍に引き渡されたバリヤーグは、遼寧という新しい名前を付けられ、中国海軍では最初の正規の空母として就役することになりました。ニュースでもたびたび報道されますが、中国海軍の軍備増強スピードは恐ろしいほど上がっています。海事は護衛艦出雲、加賀を空母へ改修する計画を立てました。この2艦の改修が終わるのは2030年頃の予定ですが、その時には中国海軍が50機以上搭載できる正規の空母を6隻も保有する超強大な海軍となっているかもしれません。中国は強大な軍事力をバックに東アジア海域で今まで以上に強引な進出を進めてくる可能性が高いのです。中国海峡局艦船は、たびたび領海侵犯をしますが、相手は、日本だけではありません。太平洋戦争以前からの国境内戦による、台湾政府と中国政府との対立は収まるどころか、年々激しくなっているようです。